皆さんこんにちは。ナスカチドキで火曜日のキッズクラス、そして土曜日のティーンクラスを担当しています、ナオミです。私のクラスではまずキッズですね、入門クラスと初級クラスに分かれていますが、振り付けだけのクラスにならないようにレッスンを構成して、基礎レッスン、基礎練習を大切にしています。ストレッチで柔軟性を高める、そしてリズムトレーニングをしっかりやり、またステップの繰り返し練習をして体力をつけていきます。あといろいろな学年の子が集まっていますので、仲間を思いやる心だとか、自ら発する、そういう姿勢ですね、そういったチームワークを大切にしています。それから土曜日のディーンクラス、こちらの方は中学校に入って初めてダンスに挑戦したいっていう子も歓迎です。こちらの方は少し時間が長くなりますが、筋トレをしたり、あとちょっと難しいステップだとか振り付けにも挑戦して、個性を伸ばし感性を磨いていくというのを目指しています。ぜひお気軽に体験にお越しください。お待ちしております。